では出演者の皆さん全員集合。集合。はい、本日はガールズライブ移動となります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。告知をいたしましょう、はい、明日から6月になりますけども、はい、丸井さん、はい、お願いします。じゃあ読み上げます。はい、はい、6月1日明日がスタジオライブボリューム164です。はい、そしてその次の週かなの土曜日に、ちょっとまだ詳細はね、発表してない、発表できてないんです、はい、できないんですけど、6月8日に外部でのイベントがございます。まだ出演者もね、わからない状態なんですけど、おいおい後々発表になります。はい、はい、次が、そしてその次の週の土曜日がスタジオライブボリューム165です。はい、その2日後ですね、私の誕生日です。あ、すごい、すごい市場挟んでくるじゃん。はい、19歳になります。ジュミラも使うわ、それ。本当にそのうち使うそれ。誕生日は8月25日です。結構まだまだ。そうだね、そうだから近くなったらそういうの使うから、うん、やってくやってく、はい、17ですよ、私17日ね、17ぜひおめでとうって言ってあげてください。はい、はい、次が、そして6月22日に、はい、小中学生限定ライブです。ね、小中学生は、はい、2人しかいない。そう、小中学生がね、出演するライブですので、はい、ぜひ皆さん見に来てみてください。はい、はい、最後が、が6月29日に北運河の夜、小樽ゴールドストーンさんで行われます。出演者がエンジェルナンバーとノエルフィーと舞台人だね。はい、多分お取り置きもね、できるので、はい、多分、いや、そうだよ、合ってる、自信ある。ミラは自信ある。自信ある？ある。うちはわからない。この中にもね、はい、4人かな、出る方ね、お手上げよ。はるかと、手上げよ。とわと、あ、そうなんです、その控えめの、控えめに、控えめ。はい、ひなちゃんですね。はい、はい、ぜひね。で、あとミラが、はい、私も出演します。おたるだからね。あ、そう、あとあれだ、あ、危ない、忘れることだった。そう北運河の夜の前に撮影会を行います。やったー、小樽で撮影。そう、今すごい、あ、危なかった、忘れるとこだった。今雨降れ。やめて。いいの、水も滴る、いい女になるよ。いいの、滴っちゃうからね。いい女になっちゃうから、ね、そうだよ。じゃあどっちも、まあ、天気晴れを願おう。そうだね、その方がありがたいね。じゃあ線路みたいなところさ、わかる？あ、行ったことないけど。あ、行ってみたいの。あ、行ってみたい話、はい、行ったことないんだ。行ったことない。行ってみたい話。まなみが行ってみたい話。そう。はい、撮影会もありますので、ぜひぜひ、はい、詳細はね、後々ツイッターに告知させていただきます。あと、もう一つありまして、はい、アクターズスタジオの、ね、ツイッターを見た方はもう分かるかなと思うんですけど、6月、7月のキャンペーンがありまして、入校キャンペーンなんですけど、紹介、一つ目が紹介キャンペーンで、二つ目が経験者キャンペーンっていうので、なんかいろいろ特典みたいなのがあったので、詳細はツイッターに載って、それぞれもね、みんなリツイートしたりとかしてるので、ぜひアクターズスタジオのね、ツイート見てみてください。お願いします。お願いします。てなとこかな、告知は。そうですね、はい、そんな感じ。あとは明日、ゴーマくんに任せて。あ、そうだね。はい、そう、え、ギリギリまで待ってたよね、うちら。そう、今日ゴーマくん来ないのって。おかしいの、あれって待ってたけどね、来なかったね。いや、もしかしたらワンピース着てきて、来てくれるかなってさ、そうちょっと期待してたんだけどね、来なかったね。さ、リュウジのさ、暴露していい？暴露して、ちょっと、はい、アクターズのグループラインで、こうガールズライブみんな夏らしい、なんかワンピースで来てねみたいな、はい、そうですね、来ましたね、で
それぞれみんなかしこまりましたみたいなやってたんだけど、リュウシがかしこまりましたって。リュウシ出んの？あれリュウシでワンピースできてるって思ってね。みんなね、めっちゃ見れてて、リュウシワンピース買わないと。そうそうそう、めっちゃ面白かった、ね、面白かったね、すごい一人で笑ってた。スマホ見てめっちゃ笑っちゃった。みんなのさ、なんていうの、ツッコミもさ、面白くて。なんかさ、リュウシたまにやらかすよね。やらかす。前もさ、なんか夜ご飯何みたいな。なんかお母さんに向けてのラインをさ、グループに送ってきてる。そうそうそう。リンゴが今日は生姜焼きだよとか言ってたよ。みんなハンバーグとかめっちゃ面白かった。たまに ね、そういうことあるよね。そういうのさ、ここで暴露するのも面白い。楽しいね。そう、普段はなんか業務連絡みたいな結構多くて、ここライブ終わった後に集合写真とか、みんな ね、今日誰々先生のレッスンありますとか、そういうのも多いけど、たまにね、たまにね、やこれあれだよ、うん、内緒ね、内緒今日来た人だけの、今日来た人だけ、そう、特別だから、これスペシャルスペシャル、内緒ダメだよ、リュウジにそういうの言っちゃダメだよ。内緒です、約束ね、約束、はい、はい、はい、オッケー、はい、てなところで、いっぱい喋りたいと、交流会、そうね、行こっか、誰が言うか、そういうの決めてなかったね。サイコは行く？いや、実はさっきなんか いきなり話振っていいのって言ったら、そういうの本当良くないからってめっちゃ言われたけど。あ、だ、行こっか。言っちゃった。最後でもそういう流れ作られてさ、毎回急に話振られるの。いやいや。大丈夫？待って。いや。センターで。すごい頑張ってる。覚えてる？大丈夫かな？覚えてる。みんなスタートって言うから。それでは行きます。交流会&撮影会。